ご視聴ありがとうございます。ワンピースオデッセイをプレイしていきます。なんだてめえら。フランキー、ウソップとメリーを返せ。兄貴、こいつらだ。俺たちの邪魔をしやがったのは。そうか、てめえらか。子分たちを可愛がってくれたってな。スーパーなお仕置きが必要なようだな。さすが兄貴だ。兄貴、やっちゃえ。フランキーはこんなやつだったか。改めて見ると感じ悪いわよね。調子に乗りすぎだパンツ野郎が。いきなりやる気満々じゃねえか。いいだろう、相手してやる。俺はこの島一のスーパーな男、ウォーターセブンの裏の顔。そうだ、俺は人呼んでワーオ、フランキー。おう、おめえら全員覚悟しやがれ。一刀流シッソンソン。まだまだ。クードバン。舐めないでね。待ってろ、アームポイント黒点クラス。くそー、邪魔ね。みっともねえな。こっちのフランキーもすっげえ頑丈だったな。後ろからの攻撃には弱いがな、狙撃キングに針を刺された時めちゃくちゃ痛がってた。待て、お前ら。ウソップ。そうか、おめえらが小僧兄ちゃんの仲間なのか。ああ、何の話だ。船を解体しようとしたらこいつが出てきてな。話は聞かせて。何、どうしたの。いや、何も言うな。おめえらの旅路は俺のハートを揺さぶったぜ。この船との絆を命を通して守ってきたなんてな。チキショー、泣かせやがるぜ。まったくおめえらはスーパーな船乗りだ。ウソップ、お前あいつに何を話した。あの時と同じように俺たちとメリーの話をしただけだぜ。あんたね、一体どれだけ話を持ったのよ。お前は鳩のやつ。なんだお前は、気安く話しかけるな。どこかで見た顔だと思ったらアイスバーグのとこの船大工じゃねえか。お前の持っている古代兵器の設計図に用がある。おとなしくついてこい、カティ・フラム。ああ、ガレーラの一大工が偉そうに。急にどういうこった。そして言ってる意味もわからねえな。待てよ鳩のやつ、お前に用があるのは俺たちの方だ。この一件は政府の機密事項じゃ。出会い頭で悪いが、お前らには消えてもらう。我々 CP9 は物心ついた頃より政府のために命を使う覚悟と人体の限界を超えるための訓練を受けてきた。そして得た力が6つの超人的大義6式。たかだか一海賊団のお前たちとの桁違いの戦闘力の差を見せてやる。なんで私なのよ。ザンダーボルト戦法。おいお前、ディアブルジャンブトゥルミエールアッシュ。これからだ。乱脚。この野郎、まずいわね。行くわよ、サイクロンテンポ。来
ちり肩をつけるとするか。鬼切れ！なんだと？俺の方が強い。それだけだ。目指すは世界一の大剣。いやっ。なるほど。ただのチンピラではないようだ。そこまでじゃ。アクアラグナが迫っておる。遊んでる時間はもうないぞ。ウソップ！ルフィ！ルフィ！お前、何してんだ！違う！ルフィ！行くぞ。アクアラグナまでもう時間がない。カティフラムを連行する。この男はどうします？さっきカティフラムと何やら話しておったの。いや、何か知っているかもしれん。その男も連行せい。じきにここも沈む。揃って地獄に行くがいい。麦わらのルフィ、こんな弱い部下を持ったのがお前の失敗だ。後のやつを追ってウソップを取り戻す。つまり世界政府の本拠地エニエスロビーに殴り込みか。そうだ、お前たち行くぞ。あとは市長邸じゃな。いや、もうあそこには用はない。どういうことじゃ。こいつの口ぶりで確信が持てた。目当てのものはこいつが知ってる。エニエスロビーか。またあの時みたいに敵がたくさんいるのかな。みんな急いで町に戻りましょう。あいつらが町を出る前に追いつけるならそれに越したことはないんだから。ロビンちゃん、体はもう大丈夫なのか？ええ、もう大丈夫よ。完全に凍ってたんだ。しばらく無理は禁物だぞ、ロビン。ありがとう、チョッパ。心配かけたわね。ごめんなさい。ロビン、ここにハトのやつが来なかったか？いいえ、来てないわ。どうして？ウソップが連れて行かれちまった。ウォーターセブンから出る前に奪い返さないと。ここに来る途中、町の人が政府の専用の列車が出たと話していたのはそのことね。もう列車は出たのね。じゃあ急いで列車を追おう。待ってルフィ、アクアラグナで海列車は今動いてないわ。どうしようルフィ。アイスのおっさんに海列車を借りよう。それしかなさそうね。もう一度市長邸に向かいましょう。よし、おっさんのところに行こう。そういえばロビン、市長邸で休んでいたんじゃなかったの？私の正体に気づかれると面倒になると思ってそっと抜け出してきたのよ。そっか、ロビンは最初アイスバーグさんに危険視されていたんだったわね。おい、そんなことより市長邸は町の下の方だったよな。上だ上。てめえは黙ってついてくれ。いいんだよ。アイスのおっさん、エニエスロビーに来て手伝ってくれ。まあ、いきなりだな。何があった？ルッチに覚悟か。にわかには信じがてえが、いや、信じたくもねえが、狙いを聞きゃ思い当たる節は、フランキーのやつを連れて行かれたか。俺は仲間を奪い返す。お前はサイファーポールのエージェントを追うつもりか。間に合わんな。奴らはすでに海列車でエニエスロビーに向かってるだろう。そして今はアクアラグナが迫ってる。まあ船だと出せんな。頼むよおっさん、仲間が危ねえ。フランキーも一緒にさらわれたんだ。確かにな。
かつてアイスバーグとフランキーは共に造船会社トムズワーカーズで働いていた。当時自らをカティ・フラムと名乗っていたフランキーは大事故によって数年姿をくらます。4年後、生還したフランキーに涙したアイスバーグは師匠のトムから託された古代兵器プルトンの設計図を彼に渡す。そして世界の命運を握る恐ろしい兵器の復活を防ぐため図面とともに町から出るように頼む。だがフランキーは設計図を手放したアイスバーグが政府に狙われる危険を感じ町に残ることを決断するのだ。そしてアイスバーグは市長として、フランキーはゴロツキをまとめる解体屋として、表と裏それぞれがウォーターセブンの顔役となっていった。詳しいことは話せん。だがお前たちにフランキーを頼んでもいいか。わかった。アクアラグナを超える手段がたった一つだけある。こっちだ、ついてこい。地下道の先に昔使っていた倉庫がある。そこに向かう。そこに行けば鳩の野郎を追っていけるのか。ああ、試作品の海列車が。命の保証はできねえ代物だ。それでもいい。俺たちは必ずウソップたちを取り返す。こんなお願いをするのもなんだが、フランキーのやつも助けてやってくれねえか。ああ、あいつも俺たちの仲間だ。必ず取り戻す。そうか、ありがとう。感謝する。この先だ。この先に海列車がある。少し準備に時間はかかるぞ。ああ、ありがとう、アイスのおっさん。少し時間をくれ、調整する。まあ、嵐を抜けるんだ。何が起きるかわからねえ。細部まで点検しておいた方がいいだろう。言ったか、まったく無茶な連中だ。ん？なんだこの音は。いや、声か。俺を呼んでいるのか。お前なのか。俺をここへ呼んだのは。おい、なんだよアイスバーグ。てめえ突然現れたと思ったら何一人でブツブツ言ってやがんだ。そうか、お前らには聞こえてねえのか。だがちょうどいい。お前らも手伝え。この船直して海に出すぞ。はあ？ロケットマンを得た一味はアクアラグナで荒れる海を越え、四方の島エニエスロビーへとたどり着いた。忘れがたい光景ね。でも今はもう一人じゃない。え、どういう意味？あなたにとって忘れられない思い出のようね。ええ、とても。そうだったの。世界全部を敵に回そうとも、仲間を守りたい彼らの決意、それが仲間を信じ抜く心と生きる勇気を彼女の中に生んだのね。行くぞ！え、どういうこと？ちょっと
い、ルフィ。前に来た時より警備が厳重じゃねえか。そうか、まあ全部ぶっ飛ばすから同じだろ。違いねえ、行くぞ。おお。それでウソップとフランキーはどこにいるんだ。確か地下に牢獄があったはず。よし、じゃあ下行くぞ。ロビン、どうした？何かあったのか？この本、背表紙にワフルドと書いてあるのよ。ずいぶんと古いわね。そうね。こんな古い本が残っているなんて、考古学者から取り上げた資料や歴史書をここに貯蔵しているのね。これ全部なのか？政府にとって都合の悪い本をなぜ処分しねえんだ？歴史がどこまで知られてるか、彼ら学者が何を調べているのかを把握するためでしょうね。不都合な歴史か。それでロビンちゃん、見つけた本には何が書いてあるんだよ。ワフルドの成り立ちを調べたものみたい。こう書かれているわ。その日、新世界の外れで突然島が出現するという事件が、現地を確認した学者によって記録された。目撃された巨大な水柱や近隣の島を襲った高潮。しかし海底火山の噴火や地殻変動は観測されていない。多くの事象が物語る。ワフルドは間違いなく空から落ちてきた。ワフルドの近海に群生する巨大な古代種の藻類が落ちた大地を受け止め浮かせているのだ。なぜ空から島が降ってきたのか、根本の部分でまだまだ謎は多い。海図と照らし合わせるなら、その場所はワフルドと全く同じ。ワフルドは空から降ってきてできた島。そういうことね。不思議島ってことか。何この厳重な扉。ちょっとやそっとじゃ飽きそうにないわね。よし、またギアサードでぶっ壊すから離れてろ。またってことは前もこじ開けたのね、あんた。ルフィらしいわ。でも今回はその方法じゃ無理かもしれないわね。ギアサード、どうやってやるんだっけな。どうやらまだその力は取り戻せてないみたいね。やっぱり別の方法を考えるのが良さそうね。それじゃあ別の技を試してみるか。ちょっとまずはこじ開けることから頭を離しなさいよ。見つけたぞ、麦わらの一味だ。おとなしく投降しろ。お前たちに逃げ場などない。仕方ねえ、こいつらを片付けるのが先だな。かかってこい。こいつ強えな。ギアセカンド、ゴムゴムのジェットウィン。切り替えがありそうだ。俺の方が強い。なかなかやるな。だが我々を倒そうとも鍵がない。お前らは
すでに袋のネズミだ。鍵？もしかしてこれのこと？ん？貴様、いつの間に。だが、それが四方の塔へと続く通路の扉の鍵だとはわかるまい。あら、この鍵がそこの扉の鍵なのね。なぜそれがわかった。さすがだな。しかし、鍵はあと2つ必要だとは気がつくまい。よくしゃべるおっさんだな。そしてそのうち1本が給餌室に隠されていることなど、お前らごときでは見当もつくまい。にゃははは。お前もう喋らない方がいいんじゃねえか。この鍵以外にあと2本、全部で3本集めればいいのね。なぜそれがわかった。お前らは一体。いろいろ教えてくれてありがとな。な、そうか、心を読む悪魔のみか。抜かった、抜かったのだ。どうやらただのアホだったようだな。それじゃ、ひとまず給仕室に戻るわよ。よし、行くぞ。さっき聞いた給仕室ってここでいいのよね。どこだ鍵。